にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を制するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日は福井県の30代の男性からいただきました。最近大相撲に興味を持ち、知らないことがたくさんあるので、はい、まっチャンネルを見て勉強中です。はい、ありがとうございます。先日大相撲トーナメントという行事がありましたが、うん、どんな内容でどんな位置づけになるのでしょうか。あ、ね、この前の日曜日に、ね、そうね、大体2月の土日とかに、私が子供の頃からやってんじゃないかな。そうですか。私は逆にね、うん、あんまり意識したことがなかったんで、うん、どういう内容なのかないうのは私自身もちょっと聞いてみたいなと思ったんですよ。私がね、子供の頃に第1回始まる時はすごい興味深かったですね。いつもの6場所と別に、うん、トーナメントをするんだということでね。そしたらこの番付とかには何も反映しないわけです。あ、反映してこないです。あれはトーナメントの1回限りの大会なんでね。あ、そしたらまあ巡業なんかの取り組みと同じような位置づけ。そうね、それをあの東京の国技館で、うん、フジテレビが冠になってやってるんで、うん、賞金とか賞品とかもすごい出てましたよ。あ、そうなんですね、うん、今年についても私その日は1日外出してたんで、はい、全く見てなかったんですけども、はいはい、あの松武蔵さんはテレビ見ました？見てましたね。あ、でもね、あのここのところ何年間はバラエティー化してる、うん、まあ芸人さんとかアイドルの方とかが、ね、花道で土曜からこう履けてきた力士をインタビューするという、ちょっとバラエティー化してますね。本場所だったら許可を得て、うん、そこに取材に来てる方たちすら、うん、なかなか近寄りがたい、うん、勝っても負けてもね、うん、もうあの負けた力士なんか特にもう無言のまま支度部屋に引き上げましたとかよくね聞かれるけども、うん、トーナメントは、うん、花道の奥で芸人さんがマイクを向けて喋ってましたね。そうですか、うん、私も直接は見てないけども、はい、相撲愛好者のフェイスブック、ここではね、うん、非常に評判悪かったですね。あ、そうなんだ。タレントさんたちがふざけすぎてたりとか、 あまりこう相撲のことを知らないような質問をしたりとかでね、まあ、しらけましたみたいな声も多かったんですが、松本さんもそういう感じはしましたか？そうですね、ふざけすぎてるというかバラエティー的にインタビューをする、相撲の内容じゃなくて、うん、ちょっとこう砕けたような質問をしたり、うん、それこそ賞金は何に使えますかとか、うん、そういう質問をしたりするんやけど、でもね、守ってほしいところは私は あったね、うん、っていうのは、うん、まずしこらも間違えないでほしい。なんかあったらしいですね。決勝戦平野海が進出したんですが、なんか間違って美ノ海って、もうそれはもう、ね、あの力士にはもちろん失礼やけども、うん、情報を伝える方たちの発言としたら、うん、ものすごく失礼なことだと思う、うん、それは。そうですね、うん、でもね、あの平戸海のコメントが良かったんですけど、うん、その間違われて、まあ、そんなにも気にしてなかったけど、うん、まあ、そこもね、あのおおらかなところですけども会場の人が大声でね、違うよっていうな感じで、それは私見てなかった、うん、そこのところらしいんですよね。それが嬉しかったですっていうね、なんかもう平戸海のこのまっすぐな真面目な人柄が伝わってくるようなことで ね、平戸海のファンも増えたのかもしれないですね。そうですね。でもやっぱりね、他のバラエティ番組に呼ばれてるとかだったらまだしも、相撲の場で相撲を取る大会の中継をしてる中で、ある程度はね、勉強してきてもらいたい。もうこの人優勝何回してるかとか、この大会では何回戦まで行ったことがあるとかね、そういうところをね、やっぱり勉強してきてもらいたい。それが相撲っていうスポーツに失礼かな。そうですね、うん、それでね、まあ、そのグループの方々も、うん、あのこの間からね、よくね、あの初場所有名人が映ってるよっていうことで、あの勝俣国和さんとか、うん、あの上地雄介さんとかね、うん、また高須院長とかも来てた。デヴィ夫人もなんか、うん、来てんのかな、ね、よくね。だからね、うん、タレントさんの中でも、うん、そういう方に来てもらったら、やっぱりそれなりの質問とかもね、受け答えも面白かったんじゃないのと思うんですけども ね、うん、そうね、芸人さんにしても、うん、女性のアイドルの方にしても、うん、この人相撲知らないだろうなっていう風に見る方が取ってくれたら、うん、あのそれはそれでまた受けてるんだろうけど、
まあ、まあ、ちょっとこの方の質問に戻りますとね、うん、はい、まあ、このでもこの大相撲トーナメントということで、うん、関取衆がほとんど出場されます。そうですね、やっぱりこれね、付け人の方たちとかも一緒に国技館に行ったりするわけですか。あ、もう絶対関取が動く時にはついていく、うん、審判の親方にもついていくんでね、うん、まあ、本場所の一日と同じような段取りで動くよね、うん、それはただ民放のトーナメントの大会級だけでね、うん、あ、そしたら審判も、うん、普段審判なさってる親方たちが出てたわけですね。そう、審判長の琴ノ若、里ヶ岳親方、はい、もう安美錦の安治川親方も出てた、もう帰ってきてた、ね、うん、ちょっと体調のことで、ね、そうね、もうここからまた復活復帰してましたね。それはウォーミングアップになってよかったのかもわからない、はい、そうね、やっぱり出なかったらどうされたのかなと思うよね、うん、審判で座ってはったんですよ。あ、そしたら松武蔵さんも、うん、師匠武蔵川親方審判とかされてて、うん、ついていったりしたことはあるんですか。そうね、親方がどのタイミングで座るかは別として、絶対審判の方行くから、うん、ついていってましたよ。あ、そうなんですか、うん、トーナメントには行ったこともありますけども、うん、裏で親方の付き人をしてる、うん、で表の土俵の会場にいるってことはあんまりなかったんやけど、うん、ちゃんとこうそういう段取りでみんなこう、だって審判座るにはやっぱり紋付き袴で座るんで、そうか、そういう着替えとか、ね、着替えとかあるからね、うん、まあ、関取でも化粧増しつけたりとか、だから関取がこう、ね、自分勝手に来て、うん、出ていってるわけじゃない、全部が本場所の時と同じような段取りで動いてやってるよ、ね、うん、でまあ今回優勝が豊昇龍っていうことですけど、うん、そうね、大関披露パーティーがね非常に花が出ましたね。そうですね、やっぱりこう何もイベント的な大会って言っても、うん、でもこうみんながこう知るところであり、うん、あ、トーナメントでこの間優勝したねとか、うん、まあそれなりに賞金もね、うん、入るだろうし、そうですね、うん、それこそ平戸海も、まあ、準優勝っていうことでね、これは大活躍、そうですね、うん、また3月また活躍するんじゃないかっていう、うん、まあ番付には関係ないというものの、うん、やっぱりこうそういう決勝戦とか、うん、その3回戦4回戦どんどん勝ち上がっていくっていうね、うん、そういう経験をすることで自信もね、そうです、うん、そうか、トーナメントっていう形が普段の大相撲ではないですね。そうそうそう、ないない、うん、ないんでね、もうたとえ横綱であれ、うん、あっとこう負けちゃうともう1回戦で敗退することもあるから ね、うん、ね、やっぱりあんだけね、私が子供の頃から人気の大会であるし、うんうん、お客さんもね結構入ってましたよ。そうですね、うん、この日には大会やるって言ってね、うん、昔はね2日間やってたの気するわね。そうなんですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。